よし、今日は何かイメージを変えたい感じですか？そうですね、もう長年ずっとこの辺ぐらいまでのロングで、はいはい、で夏すごく暑くって、もうドライヤーが大変すぎて、で結構あの勇気を出してちょっと15センチぐらい切ったんですけど、まあ、久しぶりに短いのがこのぐらい短い差なんですけど、まあ、こう本当はショートとかしたかったんですけど、ちょっと怖くて、あの少しとりあえずこのくらい着てみようっていう、そのくらい。本当はなんかちょっと変えてみたいとかはあるんですね。そうですね、ショートがいいってわけじゃないんですけど、ちょっと変えてみたいっていう気持ちもあって。なるほど、はい、そのすごい骨格もいいんですよ。すごい、 ありがとうございます。骨格もいいし、骨格っていうのも横顔がいいんですね、あとはやっぱりその髪質もいいでしょ、であとはまあその質感をどう変えるかでイメージって変わるんですね、でストレートもすごい似合うんですよ。ストレートで短くとか、もう長さここでもここでも似合うんですよ、ただこうロングの時ってこう揺れ幅があるじゃないですか、はい、こう例えば頭に沿ってるとこがあって、これこう沿ってないんですよ。だからこう揺れ幅があるんですって、だからちょっとこう女性らしさとかあのこう動きって出るんですけど、切れば切るほど動きってなくなってくるんですね、なんで、まあ、そこをあの切ってシャープにしてもすごい似合うんですけど、ちょっとシャープすぎて、まあ、極端に言うとこう寂しく見えたり、あとはすごい強すぎたり、まあ、極端に言うと老けたりするんですよ。あ、そうですね、そう、地味になっちゃうんですよ、なんで、まあ、なんかこうこういうふうにしてこう書き上げたり、なんかこうこういうふうにした時にこうなんか動きがあって、なんかこう女性らしさが、まあ、あのもうプラスされるとすごいなんかかっこいいこうね、あの色気感が増す、ちょっと、まあショートかな、っていう感じのイメージがちょっといいかなとは思いますけど、それどうですか？じゃあちょっとショートですね、やってみようかな、まあ、やってみようかな。この、ちょっと長さは、やっぱここの今あので、前髪いつも作らないでしょ絶対に。あ、そうか、前に合わないっていう、あのね、前髪はいらないと思います、で基本的に前髪はここ今短いのあるじゃないですか。ありますね。もう最、切っても、これが、この前髪がかっこよく見える風にしとかないといけないんで、ここだと今の今イメージと変わらないんですよ。ここで切るとこの辺だと、だからちょっとさっきみたいに少しグッとこう攻めてね、このぐらいの雰囲気に、でちょっと、こう大きくね、こうなんかうねらして、もう、家で何かするとかじゃなくて、もうほっといてもいいように。楽なのがいいですね。そうです、もうあの手間がかからず、簡単で、可愛く仕上がるような、ちょっと、大人、ショート、のなんかこうパーマスタイルっていうのかな。そうですね、どうですかね。僕はなんかそう、もうパッと見た時からそれかなっていう感じはあるんですよね。じゃあ直感にそのそうですね、なんかはい、あの分け目はパッてした時に、これ今分かります？こうやってやっぱ解いた時にずしっとくるとこ、ここの辺ずしっとくるでしょ。きますきますでしょ、そこに毛が一番たまってるんですよ、なんでとにかく、家でもしね、まあ、切ってもや、あの何かもし研いだりとか伸びて、重くなった時っていうのはコーニングするんですよ、で全部逆、右から左、左から右、後ろから前、前から後ろっていうことをやると、結構髪の毛ってふわっとなってきます、でね、分け目はここです。これが自然な分け目なんで、これはこれです。やっぱりセンターになるんですね。まあ、センターで分けてもいいですよ、後で、基本的には自然で切ったんです。自然で、その意識はしない結果こうなったんです、これぐらい、さっきもこれぐらいだった、分かりました。で、これがいきますね、ちょっといきますよ、これを。だから、まあ、ちょっと これぐらいにいきます。いいですか、分かります。ここのね、ボリュームの位置から決めるんで見ててくださいね。上からいきます、取ります、こうやって。これ毛流れを今作ってる感じです。これ軽くじゃなくてね、もう毛流れを上から下に取るんです。いきますよ。はい。あ、すいません。はい、これです。まずちょっと毛流れ見ますね。はい。はい、これです。ここです。重いです、ここ。これ来た。わかりますね。そうそう、そこはね。ここです。これ。多いですよ。多いでしょ。で、これ軽くしたらダメなんですよ。
これ軽くしてるんじゃなくて軽いの今取ってるんですね、うん、でここですこれこれ。そしたらここに前髪のとこに、うん、いきますよ、うんうん、はい、つながってなんとなくつながってきます。はい、ほら、そうするとこうした時にもうこうキュッて丸くなってるの分かります？分かります、うん、分かりますよね。でこれを今ちょっと毛流れ見たんで、うん、もう一発ここで長さ決めますね、感じをね、はい、うん、だから艶感がすごい出ますよ、うん、もうねヘアスタイルを変える時っていうのは、うん、早くそのイメージに持っていくことなんで、はい、もういつまででも変える時はちんたらやるとイメージが分からなくなるんでね、うん、はい、これです。はい、これです、はい、多分ね僕がここっていうところ多分分かると思うんですよね。分かります、分かりますよね、多分自分が分かっていると思う。いつもやっぱりセットしてて思いますよね。はい、ちょっとなんか多くてやりづらい、ここなんかたまるなとかね、はい、はい、OK。 やっぱりこう髪の毛をバッサリ切るときってね、うん、今日みたいにね、うん、時はもう一気に上からもう似合う位置に持っていくんですよ、うんうん、で頭の鉢あるでしょ、うん、はい、鉢のあたりが決まればあとはもうね何しても大丈夫です。両方頭の鉢のあたりを取りました、うんうん、そしたらこの、はい、こうしたときに何か分かんないですか、ほら、はいはいはい、もう流れができてますね。そうでしょ、はい、こっちの横見て、これまあ長さはあれですけどこれを見てください、ほら、あ、はいはいはい、分かりますよね、いい、そうするともうここでもう、うん、この短時間でイメージが決まるから、うんうん、あとは、うん、やっぱりその部分的にどうとかっていうんだけど、うんうん、まあ、今回ボブなんで、はい、もう一段いきます、はい、で、 できるだけ上から下に切った方がいいです、うん、でこれ下からね多分切ると、うん、つむじの位置が下に、さっきもね言ったようにつむじの位置が下にあるから、はい、やっぱりちょっと絶対襟足重くなるんですよ、うん、で横から見た時にかっこ悪いんですよ、はい、でヘアスタイルはね前から見てじゃなくて、はい、後ろと、一番大事な後ろです、大人女性はですよ、はい、19歳とか、うん、20代前半は前です、はい、で大人はもう後ろです、女性は後ろ姿ですなんでそう考えると後ろを切れば横もかっこよくなります。このここの幅が、はい、この付け根からここまでが、うんうん、この生え際までが狭いから、ここを厚くしないといけない、はい、そうしないとかっこよくならないですね。狭いから厚くするんですね。そう、狭いと顔周りのこう雰囲気出てこないんですよ、ええ、でも左右全く違う癖があるんですよ、これ、はあ、ええ、なんで同じように切ったらダメですね、左右を。難しいですね。難しいです。で上から切るリスクってかなりあるんですよ、うん、でもそこが決まればあとは楽なんですよ、時間がかからないです、うんうん、はい、これもだから結局、はい、さっきこの毛ってここに落ちてたんですよ。そうそうそう、で今この毛って今こう前に落ちてるんですよ、はい、っていうことは毛流れがこう前に寄ってきてるから、さっき言ったようにこうやって前髪もこうやって作りやすくなるんですよ。わかります？今寄ってきたでしょ、こっち割れなくなってきたの、わかります？本当だ、毛が来ましたね。そう、でそういう時もカットで、すいませんね、よし OK、ここは普通に来てます。で大体まあ目安がね、ボリュームの目安が位置ができたんで、もうすぐ切ってきます。はい、これも全部。でもさっき後ろが重いって言ってた意味が分かるな、はい、ね、毛が多い多い、うん、溜まりやすいね、うん、毛が、で全部が流れを変えないといけないんで、はい、もともとのそのロングの流れがあるでしょ。ありますね。その流れが変えないといけないですよね、うん、だからもういつも一からなんで、うん、はい、これをこの襟足がすごい大事なんですよ。大事ですね。さっき後ろって言ったでしょ、はい、それ大事なんで、ちょっと柔らかくね、はい、ここはちょっとよっこらせっと、
なんか曲がりづらいってこと、毛がこうギュッて曲がりづらい、はい、でこの頬骨から上の毛はちょっと細い毛が多いんですよ、はい、だから曲がるんですよ。下の襟足の毛ってすごい曲がりづらいんですよ。ああそうですね、そうだから、はい、あの強いってことですね、もう太いってことです、はい、それは私の毛がそうってことですか。いや大体そうです。そうなんですか。大体まあなんていうのかな、まあ年齢を重ねれば重ねるほどそういう差が出てくるんですけど、まだそこまでの差はないです。あでも、まあ、みんなそんな感じ、もうみんなさんそんな感じです。そうですよ、そうです。あの気分は、あでもなんかすごいすっきりして、なんかすっきりしてるでしょ。すごいこう、新鮮な気持ちです。そう、あと、うん、多分これ今僕と泉さんしか分かんない感覚ってあるんですよ、はい、ありますね、ありますよね、あります、あります、うん、あるんですよ、うん、この毛が、ここ、なんかこう、ここだ、ここだっていうね、このいわゆるかゆいところに毛が届くじゃないけど、そうですね、あー、そこ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 みたいなね、うん、それ、そんな感じです。そうそうそう、毛が多いですからね。あのね、多くはないんですよ、はい、重なる、その集まる場所が、はい、ここに結構あの、まあ、ここにすぐ集まるとかね、密集しがちなんですね。そうそう、密集しがちなんですよ。だから根元の感じを見るとすごいむちゃくちゃ多いタイプではないですね、まあ、毛はしっかりします、一本一本のね、はい、だからそれをできるだけ壊さないように大事にした方がツヤが出ます、はい、で基本的にやっぱりヘアスタイルってどんなヘアスタイルもそうなんですけど、軽くすればツヤなくなるんですよ。で段が入れば入るほどツヤなくなるんですよ、はい、なんでできるだけツヤが髪の毛のいい場合はその人の素材っていうかそういうのを必ず生かすスタイルを提案します、うんうん、もうよっぽどバサバサにしたいとかね、うん、私もちょっとあのイメージ変えないから真逆な、うん、そのコンサバからロックに変えますとか、うん、そういう時は別ですよ、うんうん、でもそのコンサバの中にやっぱりそこにモード感とか、うん、そういうのちゃんと入れてあげるとすごい変わっていくんで、うん、はい、で最後はやっぱりこう、下から上に切るんですよ。あの上から下に切った後は、下から上に切る。で基本的にここから切るかここから切るかここから切るかの問題で、うん、変え、いわば鏡で見えるとこから切るんですね。で前髪切るんだったら前髪から切るんですね。だからそういう風にした方がイメージはつきやすいですね。よし、よっこじゃ、はい、いいですよ、もうね、バッチリです。特にこの上が重要です。ちょっとずつ、ちょっとずつです。一気に切らないですね。ちっちゃいから、うん、で、やっぱりこういう今の服だったんだけど、まあ、こっち着ても全然、うんうん、まあ、ただ今の雰囲気にちょっとねの季節感で、うんうん、で、うん、はい、ありがとうございます。じゃあ、OK、特にだからこれからの時期とかはやっぱりそういうふうに今ヘアスタイル変える人が多いんで、もう常に技術はシンプル。今日の目的はやっぱりそのなんかこうベタっとする毛をこうね動くようになんですかね、こう無造作感もありつつかっこいい女性像を作りたいんでこういうふうに巻いてるだけです。やっぱりそのなんかいろいろ感じたり話してるのがコロナになってからやっぱりなんかこれです、はい、でちょっと触ってみてください。こうやって打っちゃって、うんうん、そんなに硬くないし本当だ、なんか柔らかいでしょ、はい、で、基本的にはもうベースに合わせてしてるんで、はい、
こういう風なちょっと柔らかい感じね、うんうんうん、で、であとさっき言ったようにこうした時とかに、こういうとこに多分その重さが、うんうん、軽くはなってるんだけどこうちょっと重さがあってもいいかなと思うんで毛先にね、うんうん、そこはちょっと調整してちょっとハーフドライしてちょっと調整します、うん、そうすると結構いい感じに仕上がると思うんで、はい、だからいいと思いますね。はい、はい、お願いします。これはもう長さというよりはちょっと毛先ですね。で、レザーカットっていうのは基本的に毛先が細くなってるんで、ちょっと部分的にこういうふうにすることによって毛がひっつかないです、うんうん、なので自然と動きが出てかっこいい。だからそこまでのね派手なパーマじゃないですから、うん、でちょっとさっき言ったようにちょっと調整しますね。それは頭のさっき言ったら、まあ、細かいとこのカーブの鉢あたりとこの辺、はいうん、と、この頬骨付近とか、はい、ちょっとここ取ります。いきますよ。これで一番ちょっと重要なポイントなんで、ここです。ここです。溜まりやすいところですね。ここです。これはまあここっていうよりはこの生え癖に合わせているんでちょっと変わりますからね。これだな。ちょうど鉢回り、あとカーブの強い場所ですね。毛が溜まりやすい場所です。それをちょっとそこに道を作るんですね。だから伸びた時も多分大丈夫です。ポイントは、まあ、耳の後ろだね。の毛ですね。毛で耳の後ろの毛は実は必要で、はい、あんまり取りすぎるとボブがかっこ悪いんですよ。でもありすぎてもダメなんですね。ありすぎてもダメなんですよ。だから軽すぎると取りすぎると前から見た時に重みがなくなるんですよ。だからやっぱりこうどっちかったらまあ日本人離れした、骨格のバランスにしたいんですよ。はい、わかります。だからどっちかというとこういわゆるよく魚っぽいって言うんですけど、はい、どっちかというと後ろに奥行きがガーッとあって、はい、どっちかというと前から見た時はそんなにボリューム出てないって感じですね。前にここだけ前上がりにします。少しだけここだけ際だけ、うん、これがちょっと後ろに行くんですね。だからこうちょっとこうなってるとか。ある程度もし家でもしこういうふうにパーマを今の状態ぐらいでドライヤー入れるときは冷風、この時は冷風ほっといてもいけなくないです、はい、うん、ただちょっとさっき言ったように今回は、これにムースつけます。でその時はこういう水でいい、こういうふうに家でね、はい、どっからやるかって言ったら毛先だけじゃなくてこの側面濡らすんですよ。わかります、はい、側面、はい、上から水やると引っかかるんですよ。必ず毛っていうのは側面、はい、側面にこれバックシェイプ、はい、バックシェイプって後ろに向かってとか、はい、まあ、上からこう毛先だけこうやってシュッシュッとやるんじゃなくて、はい、その上からつけるってことですよ。水は、はい、うん、ちょっと濡らすんですよ。つけるとこうやってこう染み込ませるんですよ。水を、はい、水をこのグッてこすっただけですよ、はい、でこうやっていくとパーマで出てくるじゃないですか、はい、うん、で完全に濡らした時につけるのとこうやってムラ感がある状態でつけるのは違うんで、はい、このムラ感でつけた方が無造作になります。あ、もう濡らした状態につけるんですね。そうです。どっちかだったら髪質的にもそっちの方がいいかもしれないです、はい、そうなんですね、ちょっと濡れたぐらいが。そうなんですか。でこれもここつけるんじゃなくて、はい、こうつけるんです、分かります。ムースってこうです、はい、毛先にやるんじゃなくて、はい、全体にこうつけるんです。でここだけつけたらここだけ引っかかるんですよ、うんうんうん、だから最後毛先がつくように、うんうんうん、こう最後に何でもそうですよ。オイルでも毛先につけたらダメですよ。こうなんですね。ここそうです。だいたい毛先を揉み込むっていうじゃないですか。毛先最初揉み込んだらパサパサになるんですよ、はい、ちょっとこう綺麗に出したとき一回解くんですかって、はい、解いて一回根元を綺麗にしといてから
乾かせばパーマあるから芯の出てくるんでね。はい、うん、いきますよ。ちょっと一緒に、どんな感じ、うん、あ、たくさん毛があったからそれがなくなった。そう、全然違う、うん、もう多分、自分が思ってる以上に、すごい、うん、楽なのかな、うん。で、この細かいのがあるんで、それをちょっとこうまとめる意味で、バームをちょっとつけるぐらいです。多分。まさにこう毛がひっついてますね。うんうん、この、毛がひっついてきて、ちょっとまたこういうニャッとしたのがあったりとか、だからそういうその顔周りの毛をまとめるときにはバームをちょっとつけておくんですよ、はい、そうするとツヤが出たりとかなんかこうするんで、はい、でさっきも言ったようにこうちょっとうつむいて上がったぐらいがちょうどいいです、はい、もう僕ら作るときでこう引く作業が多くなるから、うん、結構そう一回作ったものをこうやるでしょ、でこうやって頭を反っていくんですよ全部、で上げるんですよ、でこういうのが可愛いんですよ、どっちかっていうと、うん、はい、かわいい、すごいね、すごい、これが、うん、今回ちょっとこうかけたパーマの、一番出した感じ、